こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者合宿をご覧の皆様、インターネットビジネスで勝ち切る方法っていうのは、戦わなくていいんですよ。実はただそこにいるだけで、ただそこで同じことをやってるだけで勝ち残れるんですよね。それは前回吉谷さんの放送でも言われてましたけども、みんな辞めていくんですよね。辞めていかないまでもなかなかやらなくなるんですよ。例えば気合い入れて毎日ね、 YouTube をアップロードします、5本10本いきますって言った人も1ヶ月後にはやってないんですよ。ってことは1ヶ月2ヶ月頑張るとライバルは勝手に自滅して消えていくんですよね。いろんな事情とかいろんな理由をつけていなくなります。1ヶ月2ヶ月持たないんですよ。で、3ヶ月になるとどうでしょうか。まあほぼいないですね。昨日ミスター M さんっていうね、筋トレ系の動画を上げてくださってる塾生さんとコラボのね、ズームライブをしたんですけども、この方はね、ガチンコマッチクラブってシリーズを130話以上連続でやってるんですよ。130話ということは4ヶ月以上ですね、やってるんですよね。チャンネル登録者数の方はまだね、100人に満たないんですよ。でもですね、すごいのは再生数が3とか5でもコメントついてグッド評価2とか3とかつくんですよ、ね、少ないファンの中でもきちんと評価してくださる方がいる。そして質問をしてくださって Q&A コーナーも成り立ってるんですよ。ですんでチャンネル登録者数とかね、再生数が100とか200とか1000とか2000とか、そういうふうなことではないんですよね。きちんと必要なことを伝えていれば必ずファンはつくんですよ。そして伝える人の人間性ですよね。キャラクターってやつですか。昨日ズームライブをすると6名ぐらいの方がライブに来てくださいました。で、コメントもいただきました。質問もいただいたようです、ね、とっても人柄が出てるんで、もうもちろんね、もう筋トレ系の動画やってるんだけど、ムキムキマッチョってわけじゃないですよ。はっきり言ってプロのアスリートでもないです。でもどんな方でも発信すればファンがつくんですよ。いや、ファンがつかなくてもやり続けないとビジネスになりませんよね。だって店をオープンしてね、なんかビジネスを始めてお客さんが来ないから閉店しましたって言ったらそこで終わりじゃないですか。でもずっとオープンしながら看板が目立たないのかなとかね、料理がちょっと難しいのかなとか、広告出す先が悪いのかな、じゃあビラ配りに行ってみようかなっていうふうに、じゃあどうやったらうまくいくかなってことを続けてる以上考えるわけですよね。で、考えて行動するんですよ。考えて行動するとやっぱりね、必ず振り向いてくださる方がいるんですよ。で、その振り向いてくださる方が出てくる前に辞めちゃうからうまくいきませんでしたと、詐欺商材買いましたとかね、なっちゃうわけなんですよね。で、もともと商材って詐欺ではないんですよ。やる人の方が詐欺なんですよ。頑張りますとか言ってやってないわけですからね。販売するこっちからしてみたら、はっきり言って期待して売ってあげてるんですよ。偉そうな言い方ですけども、この人だったら実績作ってくれるかも、この人だったら気合い入れて3ヶ月4ヶ月半年1年2年ぐらいしたら自分に並んでくれるんじゃないかな、自分を突破してくれるんじゃないかなというふうに期待して販売するんですよ。私たちもね、吉谷さんね、同じ気持ちだと思いますけども、もう本当自分の人生をかけた大切な商品作ってるわけなんですよ。大切な商品ね、その大切な商品、デジタルコンテンツをおいそれとは売りたくないわけですよ。まあ私はおいそれと売ってますけどねおいそれと売りたくないんですよ。はっきり言ってお金をいただけるってのはありがたいんですよ。でももっと言ったらね、お金をいただけるくらいでこのノウハウこの人に渡していいんだろうかって思います。なぜならノウハウを販売して実績を出さない人が増えれば増えるほど自分の信用がなくなるからなんですよ。ですので100人に言ったら100人が実績を出してほしい。これ本当に切からの思ってるところなんですよ。ですので商材を買わされたとかね、セールスかけまくられたって、まあそういうふうな意識の方もいると思いますけども、はっきり言ってこちらの方は製品を渡してあげたのに、商品を渡してあげてサポートも完璧につけてるのに、なんか全然やらなくなっちゃった、消えちゃったと、やるやる詐欺じゃないかっていうふうに、まあ思わないでもないんですけども、まあそういうふうにね、思わせないようにするためにも、例えばね、もう私とか吉谷さんのことが少なくとも嫌いで参加するわけじゃないと思うんですよ。少しは好きでいてくれてると思うんですよ。ですんで自分の実績が吉谷さんとか、まあ、私のね名誉になると思ってちょっと頑張って、行こうかなって思ってる部分はちょっとあると思うんですよね、だからそれに応えるようにこちらはね全力で投球してるわけですから、そして、生き残るための重要なヒントもお伝えします。そのヒントが今日はやり続けることね、諦めないこと、ただそこにいるだけでいい、戦わなくていい、勝たなくていいと、いるだけで勝手に他の人がいなくなるんであなただけ残りますよってことなんですよ。いや私もね、YouTube を始めて7年経ちますけども、やってるだけで重鎮ですよ、聞いてね、やってるだけで特にね、誰かにこんにちはとか言ってね、私の動画見てくださいって
まあ、そんなことねやった時期もありますけど、基本的にはやらないんですよ。ただカメラの前で喋って、誰もいないところで喋ってアップロードするだけ。これを繰り返すとなぜかね見てる人が増えていって、時にはね数千人、数万人、数十万人という方が一つの動画を見てくださって、繰り返し繰り返し見てくださって、そして別の動画を見てくださると、その先に私のメッセージに返信してくれる方がいらっしゃるということなんですよね。それが速稼塾の塾生さん、あなたであり、私に一度でもね問い合わせをくださったあなたであり、私に一回でもコメントをくださったあなたなんですよ。で、あなたの気持ちが私はこの動画をねたくさん出すことによって動かしてるわけなんですよ。で、今度はねこの動画を見てるあなたの番です。あなたが人の気持ちを動かす番なんですよ。ぜひねやり続けて、残り続けて、そしてね稼ぎ続けてもらいたいと思います。あんまりね最初から気合を入れすぎると、その目標に自分の結果が追いついてない、伴ってないことで心が折れてしまうんですよ。まあ、ですんでね、高い理想を持つのは大事なんですけども、それをねあんまり固執せずにぼんやりと考えて、なんとなく高い目標を持って、あとはね一心不乱に目の前の作業をやるということでいいんではないかなと思います。で、どんな動画を撮ればいいのか分かんないっていう方がいますけども、どんな動画が世の中に必要とされているのか私も分かりません。分からないんで、分かるまでやり続けましょう。これだったら絶対当たるかもなんて絶対に私も思わないんですよ。吉田さんも思ってないです。まあ、ですんで、初心者とかねこれから始めるあなたが思わなくても、分からなくてもしょうがないんですよ。それはね1000本1万本やっていく中で必ず、あ、こういうのが必要とされてるんだ、こういう動画が自分には合ってるというふうに世の中の人は感じてくださるんだっていうふうになるわけですよ。今日の動画のねちょっとオチとして申し上げますけども、都市伝説、話す時が来ましたっていうね、なんかね怪しいね真っ暗闇で喋ってる動画があるんですけども、あんなふざけたのがね数万回回ってるんですよ。なんだこれやと思いました。ふざけるなと思いましたよ。で、冒頭にはですね、会話の冒頭には、この動画見たら完全に時間の無駄ですんで見ないことをお勧めしますみたいなね動画開けてみたら見るなって言われてるわけですから、こういうのがウケるわけなんですよ。何なんだろうなと思いますね。真面目に動画作ってるこっちの立場どうなるんだみたいなことがありますけども、時にはそういうふうに木をてらってみる、こっちの角度でダメだったらこっちの角度から行ってみるみたいな工夫が必ずやり続けたら生まれるんですよ。で、工夫が生まれない人、何をやればいいか思いつかない人、それはね続けてないだけなんですよ。続けてるとね、こっちの方向じゃなかなか成果出ないから、ちょっとこっち行ってみるかとかね、他の人、あ、こんな動画上げてるんだ、これ行ってみようみたいになるわけですよね。という形でね、いろんな動画を見ることによってヒントも得れるんですけども、危険なのはいろんな動画を見るのが自分のビジネスだと思っちゃうことなんですよね。全然ビジネスになりませんからね、それはね。ぜひね、インプットの10倍アウトプットするぐらいの意識でやっていきましょう。一つの動画を見たらその動画から10個のコンテンツを作れるぐらいでね、受信力を高めていければいいんじゃないかなと思います。億万長者合宿の久保でした。失礼します。